はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時半を回りまして土曜日ですんでマーケット空いていません。今日は涼しいですね。千代田区27度でこの部屋もう26度ぐらいでございます。なんか今日は暑くなるという話ですね。天気予報を見てみますとですね、今日はでも29度までしか上がらないんですかね。明日も明後日も大丈夫なの？明日はちょっと暑いんか、32度まで上がるんですね。月曜日からは結構暑いやん、まだ夏やん、30度やん、あかんわ。今日この涼しい日を楽しみましょう。はい、ということでございました。プーチン終わったね。現代ビジネスでございまして、ですね、これは今日出た記事ですね。各国からバカにされてきた、別に括弧に入れる必要あるんですかね。各国からバカにされてきた、中国習近平が西側に抱く恨みの正体と、ブリックスファミリーと大喝采と、これを書いておられるのは才川俊夫さん、ジャーナリストですね。このですね、ジャナン・ガネシュさんという方の記事とですね、記事からこう、取ってきてるネタですね。でこの方がですね、優秀であると、ちょっと得意な経歴ですけども優秀であると、で、そのある記事からですね、日経に出た記事からですね、これはですね、ブリックス恨みが共通軸1、権威に憧れや承認欲求もという記事からですね。この記事のメインテーマは8月22から24日に南アフリカのヨハネスブルグで開催されたブリックス首脳会議であると、がですね、各国ですね、例のロシアは来なかったね、ブラジルですね、中国ですね、南アですね、インドかな、インドに、何やったかな、サウス、南アですね、サウスチャイナ、インド、ロシア、ブラジルで、ロシアだけ来なかったですね。ここではでもインドとチャイナが来てるんですね、まあいいけど。来年1月からここにアルゼンチン、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、エチオピアの6カ国が加わると。習氏は立ち上がってブリックスファミリーと喝采を送ったと報じられた。西側、反西側諸国連合の名手を意識する習氏らしい。ガネシュ氏は次のように書いている。なぜなら多様なブリックスの国を結びつけている共通点があるとすれば、それは恨みだからだ。西側の優位に対する怒り、過去の屈辱に対する鬱憤だ。そして政治と人生を突き動かす力として恨みはあまりにも過小評価されていると。続けて、核融合が可能になった場合に宇宙で最も強力なエネルギー源があるとすれば、それは人間の恨みだと、筆者は考えるとあると。核融合が実現するとね、要はエネルギーの心配性で良くなるんですよ。そうなったらですね、そうだけど実現するかどうか知りませんよ。でもそうなったら人間の恨みが一番のエネルギーやと。前者の恨みは英語ではですね、これなんていうのやろ、グリーベンスかな。ちょっと待って、送られんね。お前それでどうしたかみたいな。いや、どうしたらその程度かって言われる。知らんや、そんなの。僕以外の人みんな優秀ねんよ。ちょっと待ってね。グリーベンスね。はい。グリーベンス。で、後者の恨みは、ルサマンチ、ルサンチメント。ルサンチメントか。ルサンチメント。また怒られるからね、一応。ルサンチメントってやつかな。そうですね、ルサンチメント。よかった。
産地でどと使い分けている。ガーネッシュ氏はこうも書く。バカにされてきた前大統領トランプ氏と中国の習氏は共に自分は尊敬されるべき対象から認められていないと感じている。まあそうでしょうね。言うこともアホやん。あの2人に共通しているのはですね、インテリゲンチャーではないということですね、2人とも。あれトランプはちゃんとね、あれ修士課程まで出てるはずなんですけどね。あの習近平がアホやってのは見えます。前から分かってることですね。西側諸国のエリートはこの感情をなかなか理解できないだろう。まあそうですね。自尊心が傷つくようなことはほとんどなかったからだと。まあそうですね。それを同志は恨み、英語表記はルサンチメントであると言い表しているのだ。この指摘はほとんど文明論の領域であると。まあそうかな。なぜなら記事後半にある指摘でそれがわかる。ロシアのウクライナ侵攻に関する世界的な世論調査から判断すると世界の大部分は西側のことを傲慢で偽善的だと考えている。ああそうなんでしょうかね。その日本って私が生まれた時から先進国なんですね。だからあのまあですね、日本が持ってるのはですね、あヨーロッパかっこええやんというのは持ってますけど、その自分たちが世界に比べて貧しいと思ったことはほとんどないですよね。まあだからそれが傲慢で偽善的なんでしょうかね。そういうふうに見られても仕方がない。西側は世界の大部分の人が移住したいと思っている場所である。今度ええねん別に。米中のテクノ覇権競争が先鋭化する中、中国を訪れたジーナ・レモンド米商務長官は8月25日予定外の李強首相との会談で、中国の成長を止めて中国とデカップリングをしようというわけではないと述べた。まあこれはあんまり意味がないかな。このガネシュ氏ね、英国を旧宗主国とするアフリカのナイジェリア出身で、その英国で高等教育を受けたガネシュ氏が英国発祥の高級紙 FT、 これはフィナンシャルタイムズですね、国際政治に関する確白な知識を披露するのもまた今時らしいと言うべきだろうと、という締め方をしますけど。最後はようわからんという。1ページ目貼っときますね。あの何と言いますか、習近平さんのですね、今までの行動や言動を見ていると、西側に対する強烈なコンプレックスがありそうだというのはよくわかります。2016年にイギリスに行った時ですね、暴虐無人に振る舞ってですね、エリザベス女王に嫌われたという、ああいう振る舞い方もね、かつてイギリスにむちゃめちゃいじめられたわけですよ。あのアヘン戦争あたりからですね、もうむちゃくちゃいじめられて、バカにされて、屈辱をかみしめてきたわけですね。それを晴らしてやるんだというですね、こう意気込みが伝わってくるような傲慢さでしたけど。でも方向性が間違ってましたね。あの結局それでですね、あの多分習近平は墓穴を掘っていると私は思いますけどね。それでルサマンチメントから恨みからはですね、大して物生まれませんよ、はっきり言うて。確かにエネルギーにはなるかも分かりませんけども、あんまりこの健康的なイメージではありませんね。まあ、嫉妬心、ジェラシーと似たような負の感情でして、負の感情をですね、たぎらせるとどうなるかというと、我々は身近にですね、お隣さんというですね、あの例を見るわけであって、彼らのですね、ビヘビア、言動をですね、とってもやないけど美しいとは言いませんよね。でいつも世界に無様な姿を晒していてですね、それにさえ気づいていないというのがお隣さんたちでしょう。ああなってしまうんですよ、結局のところ。あいつらのですね、民族的なそのエネルギーは反ですからね。反っていうのは英語でしたらルサマンチメントですね。ははっていう感じですけど、そればっかりだとああなってしまうわけですね。あんなにね、醜いビヘイビアをしてる連中がですね、そのいつまでたっても日本を追い抜けないわけでしょ。だから反だけではね、足りないんですよ、やっぱり。でもですね、この人があれしてるように、指摘するように、ブリックスにはやっぱしですね、西側先進国、簡単には G7、みたいな国に対するですね、恨みが募っているんでしょうね。それが一つのエネルギーになっていると。で習近平なんかはそれを体現したような人物ですね。あらゆる、こう恨みがあって、それを話してやるんだみたいな、まあね、勝手にやってと、あんまり日本気にせんといてって、そういうふうに思います。
この現代ビジネスのですね、サイトを貼っておきますんでですね、確認をされたい方は行ってみてください。西側諸国に抱く恨みの正体というところでございます。ブリックスあかんやんという、そういう記事ですね。はい、皆さんどうもありがとうございました。